エジレイオプティカ、エジレイオプティカ、エジレイ EA-7 オプティカは観測用ヘリコプターの特性を固定翼機かつ低コストで実現するコンセプトで設計されたイギリスの飛行機である。ジョンエジレイは観測ヘリを低価格で代用できる機体を目指し1974年にエジレイエアクラフトを設立。小型の飛行機の設計をスタートした。製造は イギリスのブルックランズウェアロスペースに発注された。全体はコックピットがある、全部胴体の後ろにエンジン類が搭載された後部ユニットが連結され、主翼は後部ユニットに、尾翼類は主翼に接続されるという得意な設計である。全部胴体はアルエットヘリコプターに類似した全面ガラス張りで、下方にも視界が開けているなどヘリコプターのような構造であるが、これは 広い視界が必要な観測機として設計されたためである。またコックピットは機体サイズの割に幅が広いため並列三座であるなど一般的な機体と異なる構造を持っている。一人で操縦が可能であるが、この際は左端の席に座る。後部ユニットにはライカミングの水平対向6気筒エンジンを搭載しているが単なる推進式プロペラではなく、 ダクテッドファンを採用している。主翼はテーパーのない直線翼で、機体構造はアルミニウム製の応力外皮を持つ標準的な設計である。2枚の方向だと高い位置にある1枚の小降打は台形のような形状に組み合わされており、方向だが型持ち式の2本のブームで保持され主翼のもとに繋がっている。これらの設計から失速速度は 時速 108km と低速であり、観測任務に向いた操縦特性となった。降着装置は固定式で前輪は全部胴体下の左側に寄せて配置されている。後輪は尾翼を保持するブームと主翼の連結部に設置されている。これらの特徴的な外観からバグアイという名で報じられることがある。また形状だけでなく飛行機にダクテットファンが 採用されたのは実験機がほとんどで実用機としてはオプティカと RFB ファントレーナーしかない。ヘリコプターのようなキャビンを持つ推進式の観測機としてはシーバードシーカーがあり、ヨルダン軍など複数国で運用されている。プロトタイプライカミングエンジンズ性能をマイナス320を装着して1979年12月14日に初飛行を行った。 より高出力のライカミングをマイナス五百四十を装着したオプティカは九百八十三年に生産に入り、九百八十五年二月八日に、形式認定を取得し二十万ポンドで販売されると、イギリスでは一部の地方警察の航空隊が採用した。この価格はかなり小型の一から二人用、レシプロエンジンヘリコプターと同価格帯であり、飛行時間や航続距離、 ヘリコプターパイロット資格が不要なことや、ランニングコストまで見れば、ヘリコプターより、はるかに安価である。1985年5月15日に、警察の機体が墜落し、ハンプシャー警察の職員2名が死亡した。事故の原因は、速度が変わりやすい旋回中の速度不足による失速が疑われたが、この低速度の理由は解明されなかった。 この事故が発端で会社が破産したが、生産とサポートを継続するため1985年10月にオプティカ・インダストリーズ社が設立された。ここで25機を追加生産したが、放火により、工場と飛行中の1機を除くすべての機体が消失した。その後、ブルックランズやクラフト社として再生され、 同社が1990年3月に破産するまでオプティカの生産を続けた。米国に2機、オーストラリアに2機飛行している機体がある時に主翼の桁に発生した亀裂により連邦航空局から飛行停止命令が出されたが実施はされなかった。機体の知的財産権は複数の会社を移動したが最終的にはサイドジョンエジレーが買い取っている。エジレーは この両機種を生産することを望んでおり、これに向けてオプティカ300シリーズの一機がデモンストレーション用の機体として英国内で修復されている。ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・ウェア・クラフト1988から1989より客中。ありがとうございます。